得意のパターン、こちらため関節技に移行しています。ここまではどうでしょう。ハーレーかなり、ね、あの自分のプロレスをしているのかなという感じがしてますね。なんか上がってるように見えないですね。うん、堂々たる戦いって、うん、締め方の見せ方なんてすごいですね。これの表情もね、いいですけど、当然この試合も今三田選手が、三田選手じゃない、三田選手のセコンドに木村選手見えましたけれども、LLPW の、はい、二宮選手と半田選手ですかね、セコンドついてますね。この辺セコンド講師で、ね、初めて視線でね、ね、全場の課長ラス勢が LL に乗り込んだ時は、ね、場外で小銭が入りましたね。俺が巻き込んでの大乱闘になってしまいましたけれども、何だろう、選手もないですね。こういったシーンがひょっとしたらホッとするかもしれませんけど、ジャパングランプリの、ね、公式戦ですからね、関係するシングルプロレスできっちりと肩をつけて、しかしこの脇固めかなり長時間決まっているんで、シングル戦序盤戦でこういった関節技長時間決められるとスタミナを落とす危険があります。さあ、その辺後半戦どういった影響を与えるんでしょうか。今長い足を伸ばしているんですけど、なかなかロープブレイクができない。そこはブル選手が、はい、ハーレー選手のことをあまり緊張しているようにも見えないという感じがね、チームというか LLBW になっているのせいなんですが、割といつも実力というかうまく発揮できる選手なんですよね。割と平均的に、ですから全然この試合でも、まあ、これ誰というかどの選手とやってるのはこのいいところを出せるんじゃないかなというのはあるんですけども、それも逆にこう試合にアクセントをつけるというか、インパクトというか印象付ける部分がね、そして強いというところをね、見せてもらいたいなというのはハーレー選手の希望ですけどね。なるほどね。そうしますと、これからどん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 、はい、まあ、例えば全ジョロリングで試合を組み立てていくことによって、当然ファンも何度も見るのが全てです。そこで、まあ、その辺どういった部分を作るかという、ギシャンスタイルと思います。あの着地が三田選手の顔は間近で見ると怖いんですよ。フェイントを施したですね、うん、まあ、間近で見るとね、やたら怖いんですよ。大きいですね、ちょっと立つの怖いと木村選手っぽいのがメイクがね、鼻出しなんですよね、はい、メイが似てますね、はい、そういうのね、これでね、先ほどみたいに椅子振り上げられたら、ちょっとあっと、これは蹴りを読んでいて取り返しましたね、はい、掴んでの反撃だ。そして、いや高さ折りしての攻撃、おっと入った、これは上位にそのまま投げて、さあそして飛んだ、飛んだ、見たことないな、なんか難しいですね。これは重量感があります。この度は見事にヒット、そしてこの広い広い会場を運んだワールドが、そして、いやすごい場外乱闘になった、すごい場外乱闘になった。選手怖いですね。すっごい入ってますね。ちょっと伊藤選手は椅子が入ってますけど、また今度も入ってますね。はい、上位にすごい場外乱闘もリングアウト負けた ね, ねないと、リングアウトないというそれで10年生すごい来てますね。椅子の2個や3個は当たり前みたいな、いや水飲みながらアピールしますよ、さやってやるぜみたいな。そうの見た違いますか。どうしました。やっぱりなんか意識してるなっていうのが分かりますね。ジョアラットで言いますと、全然選手はアジャコンゴ選手なんかにいつも一瞬振り回されたりしてますからね。そうですね、やっぱり各人別にヒール的なファイトをする選手じゃなくても反発なくこれできますよね。確かに先ほどの福岡もそうでしたけれども、やっぱり場外戦ではこうしますね。これ面食らう、面食らう部分もあるじゃないですか。そして足首はこれレッグロック、三田も4の字固めっていうのが理想ですね。これは足長いですからね、はい、理想というかちょっと逃れられなそうにないという、そんな決まり具合ですけども、8の字固め、8ロックのような、なるほど、はい、足がもうね、そうかかった足が複
とされちゃう、うん、はいはい、まあ、ハーレー選手の足を殺しといてフットワークの、はい、そうですね、あのハーレーのペースに打って行かせないというこの戦闘は効果的ではないでしょうか。リング中央で完全に決まっています。きっと後半フットワークのものを言うと思うんですよ、ハーレー選手が、ハーレー選手が、はい、その辺を優位に持っていきたいという感じですよね、うん、まあ、やはりこのジャパングランプリ、どの選手もそうですけど勝ちに行きますからね。そうですね、やはりあの試合展開というのはかなり綿密に考えているんでしょうけれども、これジャパングランプリ総体ですから、はい、これ何勝何敗というのではっきり順位が 出ちゃうんですよね、うん、なるほど、これはこれはっきりと数字で誰が誰に強いというのが結果として残ったわけですよ、うん、だからこれはもう勝てない相手にはとりあえずこの選手になって絶対勝つと、うん、そうして、はい、やっと返しました。また意地で盛り返しました、ね、うん、そういった意味ではこの三田、ね、取りこぼしというのはハーレーにはあれかもしれませんけれども、これは是が非でもものにしなきゃいけないというのがありますね。これはね、2人ともこのリーグ戦の今後の勝敗の行方を占う、はい、個人的には大事な戦だと思うんですよね。三田選手もこれハーレー選手に勝てば、うん、もう名を上げるという大きいと思うんですよ。でハーレー選手は、ね、先ほど福岡選手が勝ってますから、そうですね、はい、さあそして角へのブレイジングチョップ、ブレイジングチョップ、これは手の動きが燃え上がるブレイジング炎のような、なるほど、燃える気持ちを表現しているという選手も、はい、手先切りをダブルでした、はい、オリジナルですね。そしてこの得意技ですね、うわー、これは高さがある、もう強烈に後頭部を2階から落とされたようなね、肩車落とし、はい、もう一発言いました、うわ、もう一発言います、危ない、ちょっと危ない角度で落とされました、結構頭から落ちましたね、はい、カウント返せるか、うん、さあ三田の波状攻撃、三田の波状攻撃が始まった、さあそして今度はコーナー最上段から、おっとボディアタックでカウント2、三田が乗ってます、三田が